皆さん、こんにちは。健康の時間です。私たち、実際、世の中、誰でも、自分は、成功したい。自分の夢へ、叶う、願望実現したい。自分は、優秀になりたい。生活は、浴衣したい。幸せになりたい。 実際、どこから手に入る。一つ簡単なこと、少林寺機構。あるいは少林寺内閣でもいい。教会の実際、本教会のそういう少林寺機構のシステム、実際その中に、伝統の少林寺の全部域と現代の 心理学からの人間の改造学、成功学、あるいは自分のいろいろ成長技術など、全部実際は含めて、もちろん私自分自身の50何年間のいろいろの、いろいろの環境、いろいろの場面、その中に 成功の経験もまとめてあ,あれは子供からの英才から大人のもし言うと同じ優秀になるのそういうのいろいろの根源のそういうの理論方法をまとめて中に入るこれは特に 表面の技術だけじゃなくて、主に人間内,内在の素質の高まる。こういう根本的な素質固まるのところから、人間根本的にレベルアップ。そこから、主に実際人間心、気、あれは人間の心理素質、意志、 心し。あるいは人間の、例えば今、今世あるいは、私たちの能力の知恵。この知恵は、ただ、専門の知識の勉強と応用ではない。主に、自分の深いところから。自分の、ある程度話は、根本的な人間と外部。 ぴったりのそういう統一からあなたはせ、まあ、いろいろことをやるあるいは世界のルールは分かったそのルールを応用して自分どんどん成功になりますだからもし今見てこの30年間の歴史の日本の場合は教会の会員の方から <laughs> もともとあのいろいろサラリーマン OL の以外に、主婦でも、患者でも、あるいはスポーツ選手でも、格闘技家でも、医者さんでも、あるいはいろいろ分野の中のトップの人でも、少林地球の出会いで、自分さらに著しく成功、結構国の頂点立つの、世界頂点立つの人も結構例はたくさんいます。 だから私たち続けばもちろん普段の場合は多分静かで地味なこと大きな声もないしあのでっかいの夢は普段話はしないしでも実際は静かの中に知らないのうちに2年間4年間あれは6年間8年間のあっというの前でも あなたスターになる。あるいは優秀になる。ある人は実際世界一になる。日本一になる。そういうそれぞれの実際は実績はありました。ぜひ。あの、そろそろ年末ですから、こういうの少林寺の寄港内港、あるいは内閣県は、ぜひ皆さんの人生、行かせて、本当皆さんは 誰でもあいい出会いになる。これは私の気持ちです。